江戸時代から十三代続く礼儀の家元礼儀マナと。地獄から来た、し論家、地獄急増の。ここがすごいベストスリー。地獄 <laughs> さん、始まりましたよ。今日は楽しみですね。礼儀さん、今日は何を教えてくれるんですか。はい、今日はなんと。 菅総理のここがすごいベストスリーです。またまたそうやって政権に良い書しようとしてるんでしょ。ダメですよ。そんなことありません。菅義偉総理は本当にすごい方なんですよ。そうなんですか。そんなにそうになったら教えてください。はい。それでは参りますね。菅総理のここがすごいベストスリー第三位。はい。このように、えー、<laughs> 紙切りの消落しようのように回しながらやっています。 マナさん、はい、出来たんで早いですね。はい。菅総理のここがすごい第三位は、じゃじゃん、釣り。<laughs> これどういうことですか。マナさん、釣りってなんかネット民を釣るとか、そういうことですか。そうじゃないんです。菅総理は実は少年時代ですね。渓流釣りの名人で、鮎とかを釣ってたらしいんですね。あ、そうなんですか。えー、それは知らなかったな。そしてなんとですね。釣り吉三平、ね、この、えー、原作、あ、ね、先日お亡くなりになってしまいましたけど、役者顔さん。 この方も秋田出身なんですけども、なんと追吉三平のモデルは。菅総理だって言われてるんです。本当ですか、それ。だとしたら、それはすごいかもしれないけど、本当なのかな、それまた例によって、あ、ちょっとじゃ、後で確認しますけど、それ。そういう説があるってことなんですね。もう、まあ、もう、そうとしたら、それは本当にすごいですけどね。ちょっと今、血圧がなくなっちゃったみたいですけどね、レイリさんね。もう、少年、ちょっと。<laughs> ティッシュで消しますからね。はい、じゃあ、あレイリさん。 えー、菅総理の国がすごい第2位は何なんですか。はい、えー。菅総理のここがすごい第2位は、はい、えー。こうやってね、書い動かしながらやってるんで、新聞を読む時にもこうやってやってしまうんですね。でもこれを誤差で書いてると暗く見えます。<laughs> そ紙金の長落しようそのままじゃないですか。そうなんですよ。菅総理のここがすごい第2位は、じゃじゃーん。Go to campaign。 マラソンそれドラえもん入ってたでしょ「GoTo キャンペーン」だからさもう 2, 2回やんなくていいですからはい菅さんはあのこの GoTo キャンペーンでですね、えー、苦境に陥っている観光業界の方あの全国に900万人もいるそうなんですけどもだからその900万人の中にはそのコンビニの人たちも入ってたみたいですよ「GoTo キャンペーン」で観光の方々を救って えー、とても、えー、いい仕事をされているところがすごいんですね。だからそれでなんか感染拡大しちゃってるっていう話もありますよ。これによって経済が回ってるんですね。だからそれは二階さんのなんか関連の会社が儲かってるって話もありますけどもね何も聞こえません。ですから菅さんの GoTo キャンペーンがここがすごいんですね。なるほどまあちょっとね私たちはちょっとごっかりした評論家としてはいろいろ文句あるところですけどまあいいですよ。じゃあ菅さんのここがすごいところ第一を教えてください。 わかりました。じゃあ菅総理のここがすごい第一位書きますね。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、書きました。では発表しますね。菅総理のここがすごい第一位はガース。 <laughs> そ,れ英樹さんそれはネット民が菅さんを揶揄する時に使ってるのが菅んをはっき繰り返してガースって言ってるじゃないですかそうなんですけども菅さんのすごいところはそういうネット民の方の心も捉えてそして。 えー、ニコニコ動画のですねあの番組で自ら、えー、自己紹介の時に「えー、ガースですよろしくお願いします」って言ったこういうですねあのまあほんに全員集中の呼吸とも言いましたけどもちゃんとそういう文化も捉えてるぞとそういうところがさすが菅さんですね。そ そうガースーですって言ったのを批判されたじゃないですか。批判されているのは一部の方なんですよ。だから無神経の極みとか言ってたじゃないですか。それを拾ったのは一部週刊誌だけなんですよ。だからその一部一部って何なんですかそれ,それが江戸時代から続く礼儀でのやり方ですか。ガースー。これが菅さんの本当にだからこれから菅さんのことをガースー総理と呼んでくださいね。<laughs> それ菅さん怒るでしょそれってさ。ということで菅さんのここはすごいベスト3。 さんも分か,りましたか <laughs> 分かんないよそんなの。<laughs> 礼儀流ってのはな,なんでその顔数がいいとかって礼儀流をえもおかしいだろそんなの。